サミュエル・サットンはイギリス海軍の士官である。アメリカ独立戦争勃発から間もない頃に入隊し、軍人生活の大部分をジョシュア・ローリーと共に過ごした。西インド諸島でのフランスとの交戦にいくつか参戦し、アメリカ独立戦争終結時は下位だった。その後の休戦期間は収益しなかったが、1790年のヌートカ危機の際、短期間現場に復帰した。 1793年のフランス革命戦争の勃発とともに正式に海軍に復帰し、多くの艦の艦長を務めた後、1795年の第一次グロアの海戦の際にスループ戦の指揮を任され、フランス王族アングレーム公爵を護衛する機会を与えられた。この時の功績により、サットンは何人かの提督の座上艦の艦長を務めた。その提督の中には、 オレーショネルソンもいた。サットンはビクトリーの艦長にも就任したが、その後艦長の座をトマス・ハーディに明け渡した。サットンの後にビクトリーの艦長を務めたハーディはネルソンの死にも立ち会った。サットンはビクトリーの艦長退任後はフリーゲート艦を指揮し、1804年にはスペインとの海戦で3隻のスペインのフリーゲート艦を打破し、4隻目を破壊した。 この海戦は物議を醸したが、サットンはこの戦利品で富を得た。にもかかわらず、海軍に留まったサットンは、1805年、西インド諸島へのフランス艦の追跡に加わったが、この時体調を崩し、同年の10月に帰国して、現役から引退した。その後は、ノーォーク、サフォークの領州で、行政長官、副党官として地元に貢献し、 1821年に海軍中将に昇進して、翌1832年に没した。ジョシュア・ローリー・サットンは1760年に生まれ、1777年4月9日に熟練船員として海軍に入り、後に士官候補生となって74門艦モナークに配属された。当時、モナークの艦長はジョシュア・ローリーだった。サットンはローリーと共に、 海峡艦隊で任務に就いた。1778年12月にローリーは中将に昇進して、モナークからやはり74門艦のサフォークに移った。フラッグキャプテンにはヒュークロベリー・クリスチャンが任命された。サットもローリーと共にサフォークに転属となり、1779年12月にローリーがトマス・ワトソン艦長のコンカラーに提督として移った。 サイにも共に移動した。サットンはサフォークで任務についていた1779年7月6日にクレナダの海戦に立ち会い、コンカラーに配属後の1780年4月17日にはマルキニーク島の海戦を目の当たりにした。サットンはその後にドローリーと共に転属された。一度目は1780年6月のテリブル配属で、二度目は 翌7月からのプリンセスロイヤルへの配属だった。いずれの艦も艦長はジョン・トマス・ダクワースであった。プリンセスロイヤルでサットーンは会議代行となり、後にマンディ・ディクソン艦長指揮下のスループ船ジャマイカに移ってからもその地位のままでいた。ジャマイカの後、1780年12月から、かつてのフランス艦で18門のデュダイトゥ・ルーイに乗った。 この艦の指揮官はベンジャミン・ハルクだった。しかし1782年、サットンはジェームズ・ケンプソーン艦長の90門艦ロンドンに配属され、再びローリーの元に戻った。提督ローリーが74門艦のエイジャックスや50門艦プレストンに移動した際にも常にサットンは行動を共にした。1八十三年四月十一日、サットンは正式に 簡易試験を受けなかったものの、会議として認められた。しかし体調を崩し、10問のブリックスループのチルダーズでイギリスに戻った。その後回復したサットーンは、1785年にスループセンマーリンで指揮官エドワード・ペケナムの元任務につき、その年いっぱいをニューファンドランド島で過ごした。マーリンを降りた後はしばらく仕事がなく、4年半を、 艦から離れて過ごした。1790年のヌートカ危機により、海軍本部は戦争に備えて多くの人員と艦の確保を指示した。サットンは、この年の6月22日に32門のフリーゲート艦、イフィゲニアのパトリック・シンクレア艦長の唯一の士官に任命され、リチャード・ハウの艦隊でもしばらく任務に就いた。ヌートカ危機の後戦争の可能性は低くなり、 このため海軍の人員縮小が行われて、サットンは1791年2月7日に、再び艦を降りた。その後フランス革命戦争の勃発とともに、緊張感が高まって、また人員確保の機会が生まれ、1794年の1月3日、サットンは海峡艦隊の構成艦で、トーマス・リッチの機関であったカローデンに上艦した。その年の11月には、 チャールズ・コットン艦長の74門艦マーズで任務につき、1795年6月には、ウィリアム・コーンウォリス提督の第一次グロアの海戦に参戦した。この時のルイトマ・ビラレード・ジョアユーズ率いるフランス軍は圧倒的だった。マーズはこの艦隊の最後尾にいて、フランス艦隊の砲撃の矢を表に立たされたが、12人が負傷しただけで済んだ。この時、コーンウォリスは、 マーズ艦長のコットンを救うために艦隊の向きを変えたところ、ビラレード・ジョワイユーズは近くにイギリスの援軍がいるものと思い込み、追跡を中断した。第一次グロアの海戦ウィリアム・アンダーソン作戦795年9月1日、サットンは指揮官に任命され、16門のスループ船、マーティンで西アフリカと北海で任務に就いた。1797年、 国会での任務は、後のシャルル10世の長男である、アングレーム公爵をリースからクックスハーフェに送り届けることだった。これで功績を挙げたサットーンは、早くも1797年6月27日に、ポストキャプテンへ昇進を遂げた。しかしその後1年間、任務にはつかず、百九十八年九月三日に、リチャード・オンズ・ローのフラッグキャプテンとして復帰し、 モナークに上官した。この間は、その21年前に、かつての指揮官、ジョシュア・ローリーの下で、熟練船員として任務に就いた官だった。翌1799年の3月にはやはり、かつての上官であり、今や少々となった、チャールズ・コットンのフラッグキャプテンとして、90門艦プリンスに乗った。その後、1801年2月23日に32門の、 アルクメネに転属されるまで、プリンスで任務を続けた。コペンハーゲンの戦い、ニコラス・ポコック作アルクメネは、ハイドパーカー提督のバルト海遠征艦隊の艦の一隻であった。サットンは、保冷所、ネルソン少将の戦隊の一員として、この艦をコペンハーゲンの海戦で指揮した。トレクロナ砦のデンマーク軍と交戦したアルクメネは、 その後のパーカーの撤退せよとの信号に従ったが、ネルソンはこの命令を無視した。この海戦の後、ネルソンはサットンを38門化ガマゾンの指揮官とした。海戦で戦死したエドワードリュー艦長の後継だった。サットンはネルソンのフラッグキャプテンとしてバルト海に留まり、ネルソンがイギリスに戻っても、彼がこの艦の提督でいる間、外敵侵入を防ぐ任務を続けた。 1802年、ネルソンはこの艦の提督を退任し、サットンはジョン・ボルラス・ウォーレン・少将をサンクトッペテルブルクまで送り届けた。1802年11月、サットンはアマゾンの艦長を退き、1803年初頭に百門艦の一等級戦列艦ビクトリーの艦長となった。5月18日、ポーツマスにネルソンが到着し、ビクトリーに 自らの旗を掲げたが、ビクトリーは、ウィリアム・コーン・ウォリスに割り当てられており、また戦闘の準備が整っていなかったため、ネルソンは2日後に旗を下ろし、サットンに、ビクトリーの戦闘準備を済ませて、ウィリアム・コーン・ウォリスに届けさせるようにした。ネルソンはその後すぐさま、地中海艦隊のトマス・ハーディ艦長のアンフィオンに乗って、地中海へ向かった。ネルソンはまた、 もしコーンウォリスがビクトリーを帰還としたくないのであれば、サットンがビクトリーに乗換して、地中海艦隊でネルソンと合流すべきとの命令を残していた。ビクトリー・サットンは、ウェサン島沖でコーンウォリスに合流し、そこでコーンウォリスは、サットンにネルソンと共に行動するよう命じた。サットンとビクトリーは、シシエミサキ沖でネルソンと合流して、航海を続け、 5月28日、フランスのフリゲート艦エムビュースカードに出くわした。アンバスケードは、西インド諸島からの航海をしてきて、ビスケー湾に入ろうとしていた。このエムビュースカード、かつてのイギリス艦アンバスケードは、逃走を試みたが、回藻を済ませたばかりのビクトリーから逃げることはできず、一発の砲弾も撃てないまま降伏した。サットンは、ビスカードを航海を続けて、 7月の終わりに地中海艦隊と合流した。そこではネルソンが提督機を掲げていた。サットンはフラッグキャプテンとしてハーディを連れてきており、サットン自身はハーディの前任艦であるアンフィオンに乗務した。サットンはネルソンの艦隊と共に地中海に留まって、最初はトゥーロンの沖を巡回し、後にカディスへと移った。1804年10月3日、アンフィオンは 他のイギリスのフリゲート艦3隻と共に聖火を積んでカディスに近づいたスペインの4隻のフリゲート艦を迎撃した。他の3隻はインディファティガブル、ライブリー、そしてメデューサで4隻は10月5日の早朝にスペイン艦を見つけ追跡した。スペインは砲弾を浴びせかけられたがイギリスへの攻撃を拒んだため戦闘が始まった。 短いながらも激しい戦闘の後、一隻のスペイン艦が爆発し、あとの三隻は旗を下ろして降伏した。アンフィオンの上院が三人、この戦闘で負傷した。三隻から回収した財宝は百万ポンドにもなったが、イギリスがこの財宝を奪ったことにより、スペインはフランスと同盟を結んで、イギリスに宣戦線復刻した。サットンとアンフィオンは1805年も、 ネルソンの艦隊と共に行動し、トラファルガー戦役に参戦して、ピエール・シャルル・ビル・ヌーブの戦隊を、西インド諸島まで追跡した後、地中海に戻ってきた。サットンは艦隊が戻ってきて、リスボン沖に闘病した頃に健康を害し、ネルソンは彼を療養させるために、ガンから下ろして、代わりにウィリアム・ホストをアンフィオンの指揮官に任命した。 サットンは脱出したスペイン間の財宝のおかげで裕福であったため現役を引退してこの後環状での任務にはつかなかったと思われる。その後はノーホーク州とサフォーク州で行政長官と州の副党官を務め1821年7月19日に少々に昇進した。翌年の1832年の6月、サットンは ノーフォーク州ディッチンガムで72歳で死去した。ありがとうございます。